どうも、シュウでございます。今回は弟と一緒にドラムの練習をするっていう動画です。もしよかったらね、お付き合いください。これからね、一緒に、弟と一緒に基礎練をします。基礎練をした後に何するの？ビート練習して、うん、で、まあ適当にいただきます。はい、ということでやっていきましょう。持ち方なんだけど、ああ、そう、最近俺やってんだ、ここの2本で持つって、前言ったと思うんだけど、ここの2本で持つっていう持ち方してて、ここ、ね、結構こうでもこう持ったりする人もいるじゃん、こうやって、まあ、そう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 、こう持ったり、まあそうだね、まあガットだったら例えば、まあそうだね、あの菩薩の拳ね、うん、まあこれでもいいね。俺結構右手はこうなの、けど、まあ、左手もまあここで持つっていう、このこれが早ければ、あとはここ意識で持つと手首痛めた、うん、これはここ意識で持つ。ああ、なるほどね。トニー・ウィリアムスが言ってた、こうやって持って、ああ、はい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 、手首で、こういう手首を使い、だからもう完全にこっちで持つって意識で、そうそう、こっちはあとサポートするとか、で手首とか指使えた時はこのモーラーっていうのが入って、できれば小さい方がいい。あんまりこういう腕を、手首をこういうモーラーのイメージ、もう限界っていうぐらいまでやってるとめっちゃ速くなる。なるほど。これで今度この時にここを極力小さく、で動きを小さくとね、そう、ここまで、けどここはいいよ、これでいいよ。これ貼っとちっていいの？うん、なんかそれ小山太郎さんに言われたのは、うん、ミュートがあると任せるから、うん、あの例えばこうやってなっててもミュートつけてると分かんないけど、キーンってなってると分かるからいい。これ痛い。そうそうそう。したら左から始めてほしい、全部すべてシングル、ダブル、パラレル。そうだね、どうしようか。オッケー。できるだけ音小さく、リムとかもなし、
そう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 。Thank you.
ちょうどお手間。いやー、すげえ練習になった。いいね。ありがとう。これだけ絶対上手くなってる。そうだね。はい、ということで、お付き合いいただきありがとうございました。弟のね、ドラムレッスン、基礎練習でした。はい、ということで、ね、彼はね、一応去年からもうプロとして活躍してますので、こうご期待ってことで、概要欄に、彼が参加してる MV の URL 貼っときますので、インスタも貼っといて。インスタグラムね。インスタとツイッター。インスタグラムとツイッターも貼っときますので、欲張りだな。フォローしてくれ。ぜひね、ご覧ください。ということで、また、こういう機会があればね、Vlog って形で、また収録したいと思いますので、よろしくお願いいたします。それじゃあまたね、バイバーイ。